はい、では続きやっていこうと思います。じゃあ、前回、ユグダーシル戦やりました。全員生存で勝ってたということで、気持ちいい勝ち方でスッキリしたんですけど、まあ、続きからやっていきます。姉様と、帰るんだから。ではね、まだね、終わんなかったんだよな。終わった。ミトスの野望というか。いや、まだ終わっていない。終わってないんですよ。まだ世界は引き裂かれたまま。大樹も発芽していない。オリジンを解放しなければならないだろう。その意味が分かってるのか。あんた、死ぬかもしれないんだぞ。私は、すべてから逃げ出そうとした過去の罪をまだ清算していない。オリジンの封印を解くため、そして私自身の過去との決別のため、ロイド、私を倒すがいい。そんな勝手なこと許さないぞ。オリジンの封印の前で待つ。あ、そっか、ここでまたそっか、離脱しちゃうのね、クワトスさん。一度帰ろう。ね。はい、クワトス戦うの。ヘイムダールに行くと。コスキと同じかな。俺。あ、バカだ。ゼロスのこと何も分かってなかった。これは見てないスキットだ。あいつ、どれだけ苦しんでたんだろう。どうして俺たちはずっと一緒に旅をしてたのに、あいつの心を救ってやれなかったんだろう。救われてたんだと思うよ。どうして、どこが。あいつは私たちのために道を開いてくれたじゃないか。その通りだ。コレットがどこにいるか最後に言い残してくれた。あれは巫女なりの我らへの信頼なのだろう。じゃあ俺はどんな信頼であいつに答えてやればいい。あいつはもう生き返らないのに。忘れないことじゃないかな。忘れないこと。ゼロスの生き方、ゼロスの友情、ゼロスが私たちに残してくれたことを忘れないこと。忘れるもんか。忘れられるもんか。忘れられるもんかよ。ゼロスのことずっと覚えてる。あいつは俺たちの大切な仲間なんだから。ゼロスもう生き返らないんですよね。そこが辛いよな。マーテルの曲、これは見たかな。マーテルさんってすごい人だったんだ。どうしたの突然。私の中に。これ見たね。オッケーオッケー。買い物するか。でもやっぱりこっそり持ってかれな、もう持ってかれましたね、アイテム。いやー、まあでも勝ててよかったわ。ちょっと金策また裏でやってくるかな。コレット使ってね。ブルータリスも売るやつね。まあ、こんぐらいでいいか、とりあえず。OK。で、ここやな。で、パッと移動して、ヘムダールです。ロイドよく来たな。特殊要素にオリジンの眠りトレンドの森走っていった。わかりました。そう、でもね、ここ入れるようにしてくれるんだよね。この二人は村へ入れてくれ。今だけでいいんだ。二人は俺の大切な仲間だから、クワトスと決着をつけるところ二人に見届けてほしいんだよ。何よりハーフエルフが村に入るのが持ってなのかな。あんたたちはその態度が苦しそうなんじゃないのか。待て二人とも、我々とハーフエルフとの溝は暗く深い。しかしお前の言葉にも一理ある。よってただいまからオリジン解放までの間だけ二人の入所を認めよう。はい、いかない施設も使うことができない。嫌な感じ。よし、クラトスのところへ。ライド待って、少し落ち着いた方がいいよ。こうやって戦うクラトスはライドのお父様なんだよ。確かにコレットの言う通りだな。ライド焦るな。
クラトスとの戦いは世界の命運を握ってやめ、今夜はここに泊まって気持ちを整理なさい。これが旅の最後になるんだから。まあこれでと仲間たちに一人ずつ話しかけていくんだよな。まあちょっとカットするか。この辺は全部飛ばしていきますか。一瞬目で見たからな。コルトに話しかけるとイベントが進むので、もうそこと話しかけて進みます。ゆっくり休んでね。クラトス殿は伝説の鉱石アイオニトスを求めて世界中を探していた。もちろんここへも来た。なぜかお分かりか。エターナルソードを人間でも装備できるようにするためだよ。あなたに装備させるためだ。しかし結局地上にアイオニトスはなかった。エースカーランから奪ってくるしかなかった。戦いが避けられないとしても忘れるな。クラトス殿は常にお前たちの9人目の仲間だったんだということ。そう、今回ねちゃんと仲間にしますからね。はい、さあ行きましょう。はい、ちょっとダンジョンはね間カットします。ではやっていきます。トレントの森抜けてきました。どうしても戦うのか。今さら何を言う。中途半端な覚悟では死ぬぞ。あれ、これさ1対1だったっけ。クラトスと。オリジンの契約が欲しくば私を倒せばいい。それがあんたの生き方なのか。みんな、あ、ここは俺に任せてくれ。一人で大丈夫なのか。ああ、ここはあれか、一対一だ。そうだった。はい。それに引導を渡すのは息子である俺の役目だ。そうやっていきましょう。行くぞ。本気を出させてもらうぞ。ああ。パパー。俺も本気であんたと戦う。ちょっと待ってくださいね。まずはやっぱりこれやな。ちょいで、いで、12000だもんね。ちょしょっぱなからきついのですが、強くなったな。あんたのおかげだ。とどめを刺さないのか。俺は俺たちを裏切った天使クラトスを倒した。そして俺たちを助けてくれた
古代大戦の勇者クラトスを許す。それだけだ。ようやく死に場所を得たと思ったのだが、やはりお前はとことんまで甘いのだな。あれ、この辺のイベントって同じだったっけ。待て、通常ルートと。あ、まさか封印を解放する気か。それが望みだろう。それじゃあんたが。私のマナーを分け与えた。大丈夫、クラトスは生きている。よしよし、父さん。クラトス、本当に大丈夫か。また死に損なったな。バカ野郎、死ぬなんていつでもできる。でも死んじまったらそれで終わりだ。生きて地獄の攻めくでも味わえと。誰がそんなこと言ったかよ。死んだら何ができる。何もできないだろ。死ぬことには何の意味もないんだぜ。そうだな。そんな当たり前のこと息子に教えられるとはな。クラトス。クラトスなら大丈夫だ。お前はオリジンと契約しろ。そこへ連戦よな、オリジンと。頑張っていきましょう。なき者よ。オリジンさん、見た目に反して声が高いのちょっと笑っちゃうんだけど。お前も私を失望させるために現れたのか。オリジン、お前はミトスとの契約に縛られていないのか。我の解放とともにミトスとの契約は破棄された。もはや何人たりとも我と我そのものを行使することはできぬ。誓いを立ててもダメなのかい。私たちにはエターナルソードが必要なんだ。エターナルソードで2つの世界を1つに統合したいんだ。そして大樹カーラーンを復活させる。このままじゃ世界は永遠に搾取され合ってみんな絶望しまう。それは自らと違うものを認められない人という生き物の弱さから発生したことだろう。確かにそうかもしれない。でも間違いは気づけば正せるはずだ。うん、取り返しのつかないこともあろう。それでもできる限りのことをしなくちゃ。そうだ、俺は諦めたくない。誰だって生まれたその瞬間から生きる権利がある。それを取り戻したいんだ。人もエルフもハーフエルフもドワーフも精霊もみんな自分であるってだけで生きてる価値があるはずだろ。オリジン、私は長い間この世界を救うのはミトスの言う理想にすがるしかないのだと思って。あれ、この辺ってあったっけ、通常ルートの時。かつてあなたがミトスの理想に共鳴したように、私もそれしか手段がないと思っていた。別に後で見比べてみよう。しかしロイドは違う。何かを変えるためには自分が動かねばならぬことを教えてくれた。誰かの力に頼り理想に共鳴しているだけではダメなのだと。召喚の資格を持つ者よ、誓いを立てよ。オリジン、それじゃあ今一度人を信じてみよう。お前が言った誰もが等しく生きられる世界のために私も自ら動く。うん、契約者シーナの誓いはただ一つ。自分が自分らしく生きられる世界を、誰かが無意味な死の犠牲にならない世界を取り戻す。それだけだ。で、あ、ごめん、ちょっと飛ばしてた。まあでもバトルになるよな。はーい。まあ、ちょっとオリジン戦一度やってるから、そうだよね、クラトスもいないし、カットするか一気に、じゃあね、ちょっと戦ってこようと思います。はい、行ってきます。
しいけるいけるいける温泉切ってますね。オッケー、我はお前たちを信じよう。よし、行きました。こんなもんだ。イエーイ。契約者シーナに、そしてロイドに、お前たちに私の力を預ける。それを使ってエターナルソード、すべての命あるものを救う剣とせよ。しかしエターナルソードはミトスとの契約のまま、エルフの血を引く者しか使えない。お前自身の力で使いこなし、あの剣とお前との間でもう一度新しい断りを引くがいい。よし、ということでダイヤモンドゲットやな。やったね、ロイド。さあ、ここからあれだよね、またあのミトスが出てくるんだよな。そう、ミトスのクルシスの奇跡。わあ。時間がない。お前の体を借りる。え、確かコレトが離脱するんだよな、ここで。いけない、ミトスよ。クルシスの奇跡に宿って生きていたんだわ。このままではロイドの体が乗っ取られてしまう。ロイド、くそ、邪魔されたか。まあいい、この体はもらっていく。ミトス、やめろ。クラトスは本当に僕のことなんか理解していなかったんだ。あ、これセリフ変わってるよね、ここ多分。この体は返さないよ。コレット、待て、コレットを返せ。知るもんか。僕はこの汚らわしい世界から出ていくんだ。デリスカーランに行っちゃったんだよな。進路を塞いだのだ。くそ、とにかくエルフたちを避難させよう、うん、このままじゃ村は壊滅だ。あ、このエルフの人たちを。わあ。じゃあ、すくっていきますよ。ちょっと今回どのぐらいになるかな。もうちょっとやりたいんだよな。あとはここにも。助けてー、今逃げろ。
あ、まだ間に合う。またコレット守りきれなかった。え、この隙飛びだっけ。のなしだ。お前は諦めないのだろう。彼女を取り返せばいい。まだ間に合う。エターナルソードさえ装備できればな。コレットは無事だろうか。ミトスは自ら動くための体として、クラトスが出てくる関係のイベントとしてミコを連れて行っただけだ、はい、殺しはしない。そうだな。落ち込んでいるだけじゃコレットは取り戻せないもんな。そういうことだ。クラトス関係はちょっと一度見たものであっても見ていくか。じゃないとクラトスルートやってる意味ないもんな。え、まだいるっけ。助けめば声が聞こえる。あ、はい、まだいたか。こっち側だっけ。ここじゃない。あれ、家の中とかにはいなかったよね、確か。あ、わかった。長老の家だったっけ、確か。あれ、そうだったよね、確か。この先か。ほんで、ここ。うん。早く逃げろ。他の民より先に逃げるわけにはいかん。私は最後までこの前に残る。残ってる人、俺たちが避難させる。だから早く逃げろ。こんな時にも何言ってるんだよ。我らが愚かだったのかもしれない。村の者のために。よし、帰れ、全員救出やろ。今のも前に残ってた最後のエルフ。ロイド、お前たちも早く避難しろ。はーい。星が存在できるわけがないわ。その不可能を可能にするのがエターナルソードだ。救いの塔から発せられていた障壁によって隠されていたが、4000年間常にあの場所に存在していたのだ。そうです。タマさんのさ、アニメのイラストめっちゃ可愛かったよね。大いなる実りを、デリス・カーラーンごとこの大地を去ろうとしています。タバタさん、元気になったんですね。ちょっと待ってよ。デリス・カーラーンってのはマナの塊なんだろ。でもって大いなる実りは大樹の種子なんだよね。どっちも持ってかれたら世界はどうなるのさ。マナ不足で滅びます、確実に。世界統合どころの騒ぎじゃないよ。ああ、もう仲間がさらわれたんだよ。ロイド、どうするの。決まってる。ミトスを追いかけるんだ。しかし、救いの塔は崩壊したのだぞ。エターナルソードだ。お前が真にオリジンと契約を交わしたなら、エターナルソードは必ずお前に応える。その時間と空間とを操る強大な力で。しかし、アルテスタはまだ起き上がる前、契約の指輪は誰が作るんだ。親父だ。大工事さん。ああ、親父にかけるしかない。シルバラントへ行こう。はい、待て、私も。お父さん同士良かったよね。生みの親と育ての親の会話。
ということで、シルバラントに行く。はい。イベントをやって終わりにしようかなと思います。ちょっと動画長くなりそうですが、つまりこの俺に契約の指輪を作れってんだな。地上暮らしで技術を失いつつあるこの俺によ。もうあなたしかいないのだ。技術を手にしていたドワーフは動けない。頼むよ親父。ここに全ての道具を揃えてある。こいつは研磨用のアダマンタイトだな。ん？この木は何だ？これ、神木か？神木。火を起こすのにはこれでなくてはならないのだ。もしかしてこれを準備するためにあんたはテセアラを。多くは語らない。そうかい。ここまで準備してあるのかい。ここまでされたらやらないわけにはいかねえな。まあ、かわいい息子のために力を合わせるのも悪くねえよ。同じ父親としてな。ドワーフの誓い第一番。平和な世界が生まれるようにみんなで努力しようか。よし、やってやろう。これでエターナルソードを扱えるんだな。来ましたわ。ロイド、頼みがある。あ、はい。なんだ。今一度私をお前たちのために。これを見たかった今回。はあ、そう言ってくれるって思ってた。通常ルートだとお留守番になるんだけどね。ではこれを使ってくれ。そして共にミトスを止めてほしい。わかった。そいつはかなりの名刀だ。お前の手持ちの剣でそいつと対にできるような剣はないだろう。そうかな。こいつを持っていけ。昔約束したお前へのプレゼントだ。一人前の男になったお前にならこの大工様生涯最高の剣を預けられる。生涯最高の剣。これかっこいいよね。すげえ。この2本の剣があれば俺はもっと強くなれる。ありがとう、親父。それに、クラトス。もうマテリアルブレード。では行こうか。最後の決着をつけるために。あ、みんなが外で待ってる。行こう、クラトス。おお。気をつけて行ってこいよ。仲間になった。もうこのためにね、このルートを進めてきましたからね。クラトスの仲間になりました。やった、エターナルリング。あ、ジャッジメントだって。称号。いくぞみんな。いくぞ。あ、ゼロスの代わりにクラトスさんが加入したということで。あ、父さんに肩車をしてもらったことがあるんだ。昔のことは覚えていないのではなかったのか。はっきり覚えてるわけじゃない。でも一緒に星を見て話をしたような気がする。まあ、父さんってのはクラトスだったな。それで俺、星のことだけはちゃんと勉強しようって思ったんだ。そうか。うん。そうか。そうだよ。お父さん、お父さんの称号。ということで、じゃあ今回はここまでにします。いいですね。ちょっともうめっちゃクラトスさんパーティーに入れていくわ。お疲れ様でした。